はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もポケモンの動画撮っていければなと思っております。そして今日のテーマなんですが、ダイヤモンドパールで特に捕まえにくいポケモン、そこについて紹介していければなと思ってます。では具体的に何のポケモンを紹介していくかっていうところなんだけど、この子になりますね。すなわち、ヒンバスですよ。皆さん、ダイヤモンドパール時代、ヒンバスは捕まえましたか？おそらく大半の方が、うわーってトラウマに感じるポケモンじゃないでしょうか。こいつね、相当難しかったですよね。まあ、今作ではどうなるのかわかりませんが、おそらくダイヤモンドパールのリメイクっていうことで、まあ、入手方法自体は変わらないんじゃないかなと思っております。では、ダイパ時代、具体的にどこで捕まえることができたのかっていうところなんですが、天眼山の地下1階。そして霧がかかっているちょっと開けた場所があるんですよね。そこで出現します。で、そこなんだけど、約500マスあるんですよ。まあ、厳密には525マスあるんだけど、その中で4マスしか出現しないんですよ。やばくないか。525マスあります。そのうち4マスしか出現しません。で、なおかつ、出現率自体 50% なんですよ。これがね、なかなか厄介で、1マスあたり、まあ、3回から4回ぐらいね、やらないと、そこがヒンバスの出るポイントかっていうのがわからないんですよ。運が悪ければ、下手したら見逃す可能性がありますからね。そう考えると相当難しいんじゃないかなと思いますね。だってさ、約500マス中4マスっていうことで、もうこれだけで 0.12% だからね。やばくないか。ね、当てられる可能性 0.12。そして出現率自体が 50% なんで、まあ実質 0.1% を割る確率で入手することができます。そう考えると本当にね、ダイヤモンドパールでは最難関クラスじゃないかな。正直伝説ポケモンより伝説してる気がするわ。ね、全然捕まえられん。っていうかさ、出ないんだけどどういうことみたいな。ただまあ、一匹釣ればね、どんどん芋づる式で釣ることができるんだけど、ただね、一匹目釣るまでが大変なんですよ。ね。これは本当にみんなのトラウマじゃないかなと思いますね。そして、まあ、当時僕も小学生だったんですが、仕様を全く理解しませんでした。なので、現役の時は多分ね、ヒンバス釣れてなかったんじゃないかな。なんかそんな記憶がありますね。まあ当時の小学生からしてみると結構厳しいでしょうね、これ。まあ大人であればね、全然問題ないんだけど。まあまあまあ、そういった形でございます。まあヒンバスに関してはね、逆に言うと、根気よくずっとね、釣り続けることができたらいつか絶対釣れるんで。ただそう思うとポケモンの色違いの粘りより、まあまあまあ確率的にはまだ楽なんで、まあそう思うとちょっと気持ちは楽になりますかね。いや、楽ではないか。ただそう思うと色違いって鬼畜だよな。ヒンバスより鬼畜だからさ、そう考えるとなかなかね、辛いところがありますよね。ポケモンの色違い粘りって。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。皆さん一緒にダイパリメイク楽しんでいきましょう。ということでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。